はい、どうも皆さん、お疲れ様です。グランツーリスモ7スペック2、今回もやっていきたいなというふうに思っています。今回の舞台は、日本が誇る世界にね、世界的にも有名な鈴鹿サーキットですね。で、今回の走っていく車は久しぶりにスーパーフォーミュラ乗っていきたいなと思います。まあ、ちょっとデイリーレース C の、カテゴリーが今回ちょっとスーパーフォーミュラだったので、ちょっとカスタムレースでちょっと練習がてらスーパーフォーミュラで走っていったところをちょっと皆さんに、今回は一緒にレースの方をね、お伝えしていこうかなというふうに思っています。まあスーパーフォーミュラといえばね、もうこの速さとイコールコンディションで行われる、まあ、レースとなっているので、そのあたりはすごく、まあ、ハイレベルな、レースがね展開できるかなというふうに思っています。そして今回から、24シーズンのスーパーフォーミュラのカラーリングもね、ちょっとね今回から、デビューということで、まあ、あのスーパーフォーミュラの場合は、ね、カラーリング結構シンプルな方がかっこいいので、まあ、いつも通りグレーの、カラーに、まあ、我々のセカンドカラーでもある、ね、この赤い、ねカラーをちょっと施しました。そんなカラーでやっています。でスーパーフォーミュラでいうと、まあ、特に、面白いところでいうと選手の、ね、無線が聞けたりとか、オンボードの映像を、ね、アプリで見れたりとか、そういったところの楽しさがすごくあって、僕もね、そのあたりすごく楽しみにしながらいつもレースの方を見てるんですけども、結構レースの周回数も短いのと、このスピード感っていうところがねスーパーフォーミュラ最大の魅力かなというふうに思ってます。あとは同じマシーンで同じタイヤで走るので、プレイヤーのドライバーのね、技量がすごく問われるような、そんなね、レースカテゴリーなのがスーパーフォーミュラの最大の魅力かなというふうに思っています。さあ、そんなことを言ってる間にですね、早くも、スーパーフォーミュラ早いんでやった。さあ、ここですね。まあ、あとはね、オーバーテイクシステムもね使えるので、そのあたりをうまく使いながらオーバーテイクを仕掛けていくような、そんなレースになっています。今回デイリー C のカテゴリーの、まあ、基準が全12周でタイヤソフトで1回のピットストップが必要だったので、まあ、今回とりあえず10周にしてどれぐらいタイヤ摩耗するのかなっていうのをちょっと練習で見てってるって感じですね。あとは久しぶりにスーパーフォーミュラ乗るので、どのぐらいの挙動になるのかなっていうのをちょっと確かめながらの、走りになっています。まあ、簡単にちょっと鈴鹿サーキットオープニングラップが終わったので紹介していくと、まあ、高速の、ね、レイアウトがあるような、そんなね、あとは世界でも珍しい立体交差する、サーキットになっております。まあ、序盤のこの S10 区間に関してはオーバーテイクするのが難しいところではあるんですけども、この後半の、このレギュラー2つ抜けたところからの、そしてこの後のヘアピン、ここからはかなり高速なレイアウトになっているので、まあ、後半セクターがやっぱりオーバーテイクのポイントかなというところで感じるところは多いですね。まあ、やっぱりイコールコンディションでやっているので、いかにスリップにうまく入ってオーバーテイクを一発でできるか、それがねかなり重要な感じかなと思ってます。そしてスプーンですね。スプーンはちょっとまだねどんなラインを取ればいいのか分かってないんですけども、さあ今スリップに入っているので、これはねオーバーテイクのチャンスかなと思います。あとはこのスーパーフォーミュラ特有のオーバーテイクシステムですねを駆使することによって、まあ、より迫力のあるねオーバーテイクができるんじゃないかなというふうに思ってますけど、どうでしょうか。いい音ですね。さあ、ここからは、一人称視点ですね。実際に、ハンドルコントローラーを使ってスーパーフォーミュラをドライビングするときの、ね視点ですけども、まだ1コーナー目で、ここちょっとシフトミスしてアンダーが出ます。あそこは4速で引っ張ってもいいかなって感じですけど、まだね慣れてないので、またこの S10 区間に関してはアクセルマーク、おーっと危ない遠赤に乗ったらトラクションが抜けて飛んでいくとこでしたね。ちょっと遠赤に乗るのはちょっと怖いですね。ちょっと本人的にもちょっと動揺しているような感じですかね。まさかあんなに滑るとは思わなかったみたいな感じですね。
よく今スピンしなかったなっていうところかなという思ってますね。あとはこういうスーパーフォーミュラーの場合はヘアピンの処理がうまい下手が本当に出るので、まあ、そのあたりすごくあのレベルの高いところかなと思います。今回もねやっぱり、まあ、一応まあカスタムレースとはいえ難易度上級でマックスでまで上げているので、まあ、かなりそのあたりはね非常に難しいかなというのと、コンバテイクシステムを使ってここは前に出ますね。行きどころはやっぱり後半セクターかなっていうのが個人的な印象ですかね。ここは頑張りすぎたか。立ち上がっていきます。さあ、ここからはこちらドライバー視点ですね。実際にこのドライバー目線のスーパーフォーミュラーのね映像を見ていきたいなと思います。一応真ん中の透明の部分っていうのがですね、これあの実際に、まあ、真ん中にあのね、ドライバーを守るためのパーツがねついてるんですけども、実際あのドライバーの視点の中にもねこれは視認されてないので、ドライバー視点でここは透過されてます。この辺りのギアルソンのグランツーリスモならではかなというふうに思いますね。まあこれ実際ここ透明に見えてるんだよっていうのはルイス・ハミルトンさんがプロデューサーの山内さんに言ったみたいな。スーパーフォーミュラーに関しては走っててやっぱり面白いですね。フォーミュラーカーはやっぱり夢があるなという感じがします。スプーンの処理がちょっと難しいかなっていう感じですね。あとはタイヤがだんだんねソフトになって垂れてくるとちょっとまたオーバーテープが厳しくなってくるので、まあ、ちょっとここは頑張りどころかなという感じですよね。早く感覚を元に戻したいっていうか、うわー近い、まあ、オーバーテイクできなかったですが、この後オーバーテイクシステムを使うでしょう。さあこれがね、オンボードの映像ですね。これが実際にスーパーフォーミュラーのねあの中継とかだとアプリでも見れるんですけども、このオンボードの映像が大迫力なので、この視点でやっぱりスーパーフォーミュラーかなという感じがします。さあトップがだんだん近づいてきました。オーバーテイク仕掛けられるかというところですね。だんだんこの S 字区間に関してもリズムが出てきているので、あっという間に追いつきましたね。さあ接近戦になるか。ここで仕掛けた逆バック。さあ遠赤で滑ることはね、分かってはいるのでうまく対応できたかなという感じですね。だんだん走りにもリズムが出てきたというか慣れが出てきていい感じに走れているんですね。なんかスーパーフォーミュラーとか F1 の場合はヘアピンはやっぱりいかにブレーキを遅らせられるかなので、結構突っ込んだ方がいいっていう、アウト側使った方がいいみたいなね、そんなラインもあったりします。もうちょっと目いっぱいアウト側まで使えるといいかもしれないですね。まあ、でもだんだんねスーパーフォーミュラーのマシンに慣れてきたのかなって感じがしますね。今のはブレーキングちょっと早めだったんですね。前週でちょっとミスがあったんで気持ち的にはちょっとビビったかなっていう感じがします。あとはタイムをどれだけ上げられるかですね。やっぱりタイムを削りどころとしてはやっぱりこの第一セクターのこの S 字区間だと思うんですよね。ここでいかにタイムを攻めれるかっていうところが一つのポイントなので、ここはもう頑張りどころかなという感じがしますね。でいかに頑張れるかっていうのが一つポイントになってくるかなという。なるべく4速3速で引っ張っちゃってもいいかなっていう
あの感じですよね。さあタイムだんだん上がってきましたね。さあレースは早くも半分終わってます。この地点楽しいですね。まあ、デイリーレースが今回スーパーフォーミュラだったので、まあ、ちょっとこれはちょっと1回練習させてくれっていうんでカスタムレースにして走ってますけど、まあ、実際ドライビングシール方にとってもね、このスーパーフォーミュラのマシンでのレースっていうのは本当に楽しいですから。さあうまくアウト側まで使えて、まあ、そこはインから行ってもいいかなって感じはしますけどね。再び視点は一人称視点に戻したいと思います。まあ、ちょっと迫力のあるグランツーリスモの世界をちょっと皆さんに見ていただこうかなというふうに思ってます。実際にあのハンドルコントローラーでドライビングしているときはこの視点でやってるんですけど、やっぱりこのスーパーフォーミュラのスピード感でこの鈴鹿を駆け抜けていく、その爽快感を皆さんに感じてほしいなと思います。あそこは内側のエースキー乗っちゃダメですね。だんだんね、どれぐらいもっと攻めれるかっていうのが把握しきれているので、まあ、ちょっとこれからタイムは上がってくるかなって思います。ポイントはやっぱり S 字の東コースかな、まあ、あとは後半のこのスプーンですね、ここをどれだけ攻めれるかっていうのも一つポイントかなと思います。今のはいい入りができたんじゃないですかね。ここからやっぱりあと最終の S 字ですかね、あそこもオーバーテイクのポイントではあるので、まあ最もトラブルが多いのはこの辺りはちょっと一番ねトラブル多いですけど、実際のレースですね。さあ1分309秒台まで、頑張ってねタイム伸ばしてます。結構タイヤの摩耗は実はこの時何を感じているかというと、画面の左下なんですけど、結構アグレッシブに乗ってるんですよ。アグレッシブっていうか結構遠赤を使ったりとかしてるんですけど、タイヤの摩耗が予想以上にそんなにしてないので、個人的にはあ、これ全12周あるけど引っ張ってもいいなっていう感じがしますよね。このまあこの周ぐらいが一番ピットインのタイミングとしてはありかなっていう感じが、個人的にはしてると思いますね。あとはポイントとしてはやっぱりスプーンかなっていう感じがします。入りももっと本当はアウト側まで使いたいんですよね。ただやっぱり本人的にもスプーン苦手意識があるのと、まだ走りこなせてない感じがちょっと出ちゃってますね。まあここまではね、タイムはベストまで来てるので、もうちょっと攻めきれれば1分38秒台ぐらいまでは出せるかなって感じはしますけど、ここはライン取りが良くなかったかな。まあ、それでも1分39位ですね。さあ、レースは残り2周となってます。結構摩耗がそんなにしないので、思ってる以上に摩耗が細いんですよね。まあ、個人的にはもうちょっとうまく走れればタイヤもねそれなりに摩耗は抑えられるかなと思ってますけど、ソフトタイヤなんで突然摩耗がねタイヤの限界が厳しくなるのは、ちょっとあるかもしれない。
まあでも鈴鹿で好きなのはここやっぱり前半区間の S 字区間は結構好きですね。やっぱりこの区間が後半前半セクションがどれだけ攻めれるかがすごく大事になってくるんですよ。あとは後半のこのスプーンがあるすごく難しいんですよね。コーナーが大きいコーナーに見えるんですけど、実はコーナーの間に直線区間があるんで、ちょっと短い直線があるんで、まあ、そこをうまく対応するっていうのがちょっと一つポイントかなという感じですかね。さあレースは間もなくファイナルラップを迎えようとしています。まあ、ここまでねスーパーフォーミュラのマシンに早く頑張ろう、慣れようと、してる展開でしたけど、まあ、ファイナルラップはどれだけ攻めれるかっていうのをちょっと、あとはミスしないようにですね、走ってるような感じですかね。だいぶ前半セクターに関して言うと、結構どれだけ踏んでも大丈夫かっていうと、ライン取りはね、結構気にしながら、今走ってるって感じですね。ですよね、フォーミュラーマシンって。フォーミュラーマシンはやっぱいいですわ。さあここまでまたベストできてます。結構前半セクターは結構攻めれましたからね、いい感じで攻めれてるんで。さあ後ろは結構団子になってますけど、なんとか抜け出てるって感じですね。あとはスプーンの処理ですね。最終の S 字でどれだけ頑張れるかがこの後タイムが出せるかどうかのポイントかなというふうに思ってます。ここまではいいダメージですね。さああとは最終の S 字が決めれるかでまたタイム更新が見れるかなと思います。さあどうでしょうか、まだベストタイムですね。さあこの後の S 字を抜けるとチェッカーが待ってます。最初やっぱ突っ込みすぎない方がいいですね。はい、というわけで皆さん、ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回は、デイリーレース、の練習として、スーパーフォーミュラをさせていただきました。次回までデイリーレースに関係する、まあ、レースカテゴリーで面白そうなのがあったら、またこういう風に走っていきたいなと思いますので楽しみにしておいてください。お疲れ様です。